はい、こんにちは。今回は怪物王者に挑みダウンしても立ち上がる誇り高き日本人ボクサーたちを紹介いたします。王者セルバンテスは長いリーチから鋭いカウンターを放ち、ここまで7度防衛した一度い世界王者です。35勝 22KO、 7敗の門田選手はサウスポーの強打者で、3年前にはガッツ石松選手を KO しております。門田選手はキャリア序盤は負けが込んでいましたが、アメリカ遠征で5試合戦い、そこで急激に強くなった選手です。ライト級の門田選手は1階級上の世界王者セルバンテスに倒されても倒されても起き上がり、長打を打ち続け諦めないのです。門田選手の夢は8度目のダウンとともについえ去りました。ロマゴンはアマチュアプロと126戦無敗、そしてミニマム級ライトフライ級と世界王座に対冠し、2012年にライトフライ級王座を返上し、フライ級に階級を上げました。フライ級に移ってからも連続 KO 勝利を続けておりますが、どの世界王者からも対戦を避けられていたのです。そんな怪物2階級王者にチャンスを与えたのは槍ヶ岸選手でした。39戦全勝 33KO のロマゴンを迎え、槍ヶ岸選手の陣営は当初足を使って距離を取る戦略でした。しかしロマゴンのプレッシャーがあまりにもきつかったので、足を使うことをやめ、KO の山を築くロマゴンと打ち合うことを決意したのです。ラウンドが進むにつれ絶望の色が濃くなっていく展開ですが、槍ヶ岸選手は粘り強く強烈なパンチに耐え忍び、勝負を諦めないのです。第9ラウンド、激闘を槍ヶ岸選手はラウンド開始から決死のアタックを敢行いたします。キャリア126戦を通じて負けたことがないロマゴンは、どんなに強烈なパンチをヒットさせても立ち向かってくる槍ヶ岸選手の執念に、この時心が動揺していたようです。
最強ボクサーロマゴンの繰り返されるアタックに激闘王はついに崩れます。それでも八重樫選手は立ち上がろうとしますが、レフリーはもう十分だと戦いに終止符を打ったのでした。亀田選手は17戦全勝 14KO の戦績を誇り、4年前に辻本選手を KO し、ウェルター級日本王者となり、そのベルトを8度防衛いたしました。一方、世界王者のアーロン・プライヤーは30戦全勝 28KO で、世界王座は名王者アントニオ・フェルバンテスを KO して退会いたしました。天才亀田選手はアマチュアで204勝16敗の戦績を残し、プロ入り後も長身でスタイリッシュなボクシングで全勝しておりますが、王者プライヤーの破天荒で野獣なようなスタイルから左右の獰猛なパンチをノンストップで繰り出されて苦しい展開が続いております。亀田選手は記録の続く限り王者プライヤーに立ち向かい、打たれても打たれてもパンチを返し続けるのですが、王者は6ラウンドに獰猛で強いパンチを炸裂させるのです。亀田選手は何回倒れても起き上がりますが、王者は野獣のごとく襲いかかるのです。バンタム級王者ルーベン・オリバレスは66勝 61KO 1敗1引き分けの戦績を誇り、ミスターノックアウトと呼ばれ、当時世界で一番恐れられていたボクサーでした。金沢選手は3年前の対戦で2ラウンドで KO されていることもあり、金沢選手が勝つ可能性はほとんどないと思われておりました。61KO のミスターノックアウトのパンチに細心の注意を払っていた金沢選手は、第9ラウンドに火を消したのか、接近しての打ち合いに戦術を変えました。オリバレスのパンチは KO するだけでなく、リング下まで吹っ飛ばす威力を持っており、その力強いパンチが13ラウンドに猛威を振るいます。ミスターノックアウトの集中打を浴びた金沢選手は信じられないことに反撃を始めたのです。
しかし続く重要ラウンドにオリバレスの攻撃が絶え間なく続き、ダメージが蓄積し、満身創痍の金沢選手は必死に耐え、ピンチをしのごうと試みます。金沢選手はダウンから起き上がりますが、ミスターノックアウトの猛打は止まらないのです。